さて毎週水曜日はみんなの福島みんなの SDGs で県内の SDGs な話題をお伝えしています。今日は17の目標のうち15番、陸の豊かさも守ろうに関してです。猪苗代高校の生徒が取り組んでいる特定外来生物のザリガニを活用した商品開発を紹介します。今回限定販売されたのは、なんとスイーツ。気になるその味は。先月30日、道の駅バンダイにはお面をかぶった高校生の姿がありました。駆除するだけじゃなくて、それを生かしてなんか別の、今回特定外来生物ウチダザリガニを活用して開発されたのがザリ塩ソフトです。猪苗代高校の生徒は地域探究学習の一環で2年前からウチダザリガニを使った商品開発に取り組んでいます。殻がすごく硬い部分があって、爪とかなんですけど、そこを柔らかくするためにすごく時間をかけて乾燥させたのが大変でした。昨年度の卒業生がウチダザリガニから作った塩をパウダーに加工し、ソフトクリームに大胆にトッピングしました。ソフトクリームに使われているのはこちらのザリ塩です。香りを嗅いでみますと、エビのような強い甲殻類の香りがします。あ、甘じょってすごく香ばしいですね。非常にこのソフトクリームの甘さを引き立てて美味しいです。ウチダザリガニは在来種の生き物や植物を食べて生態系のバランスを崩すほか、稲の苗を切ったりあぜに穴を開けるなどして農業被害ももたらします。磐梯山周辺では農業関係者らが駆除を進めていますが、実は海外では高級食材とされる地域もあるそうです。素晴らしいと思います。なんかザリガニさんって結構今外来種で問題だと思うので、でも美味しく食べられるものになるってすごいななんて思って、そのウチダザリガニのその食品としての美味しさが知れ渡って今後もたくさん使われたらいいなと思います。このソフトクリームは1日まで3日間限定で販売され、美味しいと好評だったということです。